はいどうも皆さんこんにちは、みすみさんです。さあ本日はですね、先日私のツイッター、まあ現 X の方でですね、自分がジムリーダーだったら手持ちにいそうなポケモンをリプライで教えてくれるっていう、なんか面白そうなタグを見つけたんで便乗したところですね、なんと、まあ配信者の友達であったりとか、まあリスナーの方からですね、ありがたいことにリプライをいただきまして、ちょっとそれがね、6匹分集まったので、まあ、で、しかも SV で内定しているポケモンなので、せっかくなら、捕まえて、育てて、ランクバトル、やってみようかなということで、サザンドラ、ドヒドイデ、ヌオー、ゲンガー、巨人オン、ファイアロー、この6匹をですね、育てていこうと思うんですが、まずは何はともあれ、色違いから粘っていきましょう。YouTuber してんな俺。はい来ました、早いね。あ来たー、ようやく来たー。1時間かかったなー。おい。あー、オッケー、来たというわけで、ようやく全部揃いました。あー、長かったね。長かった。もう、意外とね、この3匹とかはね、すんなり来てくれたんですけど、もう本当にサザンドラが超時間かかった。サザンドラじゃない、モノズか。モノズが超時間かかった。まあ、ドヒドイデとゴーストに関しては、もう持ってたんで、それで使います。はい、それで育てます。あとは育成してバトル、チーム、組むだけなので、まあ、対戦は配信とかでやろうかな。お楽しみにしていただければと思いますんで、よろしくお願いします。というわけで皆様ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録と高評価は絶対してくれよな。では、さらば。